本日は石巻日々新聞社創刊100周年記念事業、石巻橋通り絆の駅開設にあたり、お食べ物のところご臨席いただきまして誠にありがとうございます。はじめに石巻日々新聞創刊100周年誠におめでとうございます。大正元年、石巻地方初の日刊新聞として創刊委員会、千葉聡先生が書いた変化する力という、大きな書がありましたけれども、まさに今の状態を言い当てているなというふうに思っております。概念としてですね、その駅というものが人と人が通い合う場所ということで、下はその歴史と震災の記録ということで、上はまた夜の時間、昼の時間通してですね、いろんなその活動を話し合えるような、語り合えるようなその場所として提供して変化していこうという、こうワークショップ的な場所として利用していただきたいと思ってます。はい、そうですね、基本的にはフリーです。ただコンセプトを持った、特に夜の場合はコンセプトを持った形で皆さんの集客ご案内かけるつもりでいますので、著名人の講演であるとか、それから討論会であるとか、そういう、こうプレゼンテーションも含めた形で、その100インチ の、 そのスクリーンを使いながらですね、できる場所ですので、そういった案内もしていきたいと思っています。人はいつスタートしてもいいんだよということを伝えていきたいと思います。